企画です。よろしくお願いします。ということで今日は10月のグッズ紹介はい、ということでですね、今回もですね、グッズが第2弾出させていただきます。いいですよ、いいですよ、いいですね、うん、いいよあのね、結構暑いんですよ。暑い、な、10月9月の最終日ですね。もう9月の最終日でございます。いいよ、早い、終わり、マジかよ、早い、何もやってないよ。何もやってないはないでしょ、別に何もやってないことはないでしょ。僕ワクチン2回目打ちましたから。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、そんなことはどうでもいいんですけど、僕らもですね、グッズの方第2弾出させていただきますと。何出すの、何出すんだよ、何出すのって多分めっちゃ気になってると思う。前回、はい、前回ね、 T シャツとステッカー、はい、と CD が出たんだよね。はい、そうです。そうだよ。で、それで今回はですね、新たに T シャツもう一枚出す。これなんで T シャツなの、うん、ちょっとね、作りたい T シャツがあったんですよ。あったんだね。そう、作りたい T シャツがあって、どうしてもね、うん、で、作らせていただいて、はい、それと今僕が着ているロン T、 はい、ロン T を作らせていただきました。はい、で、もう一個、これラバーキーホルダー。おー、ちょっとね、一つ一つ後で紹介していくんですけども、今回ね、この3つ作らせていただいたんで、またぜひ今日のね、今動画が上がった7時から発売されてると思うんで、要チェックでよろしくお願いします。ということでですね、まず一つ目の T シャツから、はい、まあこれ T シャツこれなんですけど、まあ一つずつ紹介していこうやってことで、今回の T シャツはですね、変わらずビッグシルエットになっているんですけども、これ前回がですね、厚さが 5.6 オンスの T シャツで、今回はですね、9.1 オンスになってます。バカ分厚いじゃん。バカ分厚い。だからこの秋に着れる T シャツを作りたいというコンセプトで作らせていただいて、なんで 9.1 オンスなんですけど、まあスウェット、薄手のスウェットが10オンスくらい。おー、結構厚い。そうだ、結構厚いっていう感じで、秋でも全然、俺みたいにロン T して下に着てもらえれば全然寒くないし、ちょうど10月11月くらいにちょうどいいやつ でこれ一応ね、綿 100% で、肌触りもね、結構良くて、冬は保温性があってあったかくて、夏は肌触りがいいので、夏は俺がやりますよ、慣れてるんで。夏は俺そういうの慣れてるんで、いきますよっていうのが T シャツでございます。あともう一つ重要なポイント、刺繍です。今回これ刺繍になってて、緑と青、僕らの色になってます。これ結構色迷いまして、まあ、何色がいいんだろうかって思ったんだけど、やっぱ僕ららしさっていうのを出したいなっていうことで、緑と青で作らせていただきました。で、このデザインはですね、僕の地元の人にお願いして、一応 K と R が書いてあるんですけど、これカンクロー、カンクローの KR を作って、このロゴでデザインしてもらいました。これめちゃめちゃいいよね。これマジで超可愛い。よくこういうの作れるよ、本当にね。俺らも自分で考えたけど、こんなん作れなかったよ、マジで。作れない。本当にすごいわ、超かっこいいんで。ちょっとニコって、これマジで要チェックで。これちなみになんですけど、数量限定です。そうなんです、これあんま数作ってません。前回みたいに再発注とかしません。これ売り切れたら終了でございます。はい、早めのね、多分今日買えるんだったら多分全然買えるのかなぐらい。結構少ないっす、うん、少ない、うん、早いもん勝ちです。え、結構ガチでそうかもしれないとか言って売れ残ってた場合買い取りです。あ、僕の買い取りですか、はい、あ、それはそうなってる、そうです。はい、ということで T シャツはこんな感じでね、はい、次ロン T、 もうこれロン T 見ればわかると思うんですけど、前回と同じデザインになってます、はい、の前回と同じデザインで、この色がね、ちょっと秋っぽく、女の子もめちゃめちゃ可愛く着れるように演じで作らせていただきました、はい、なんか前回結構もう僕の好みで紺でやらせていただいたんですけど、ね、ちょっと青っぽい紺、なんか演じとか可愛い系の色ないのみたいなのが結構多かったんで、今回はね、ちょっと秋っていうこともあって演じで作らせていただきました。でもちろんこれロンティーになってます。秋でも着れるね。で、ここはちゃんとリブが入ってて絞ってるよってやつなんですけど、まあもうこれはね、もうこのデザインいいかんね。いい、これはもうファーストだから、しかも色違いやし、そう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 、これは数量限定とかではないんで、はい、多分全然みんな
買えると思うんで、ぜひ買ってください。これは普通に可愛いです。これがロンティーです。はい、ここら辺に言うことないよね。サイズ感、サイズ感はもう自分のぴったりのサイズ。普段そうだ、ビッグシルエットとかそういったのじゃなくて、普段自分が着るサイズとかを買っていただくのがベスト。そうだね、ロンティーやし、ね、なんでぜひ買ってみてください。いい色だと思います。めちゃめちゃめっちゃ可愛い。秋感じるね。これ着たらみんな秋になれます。芋、その表現はどうなのかな芋はどうなのかな、まあ、分かんないですけど、まあ、めちゃめちゃいいです。はい、ということで次ラバーキーホルダーなんですけど、今ちょっとまだね手元にないんで、これ写真撮ろう。はい、どう、みんなみんなどう、これいい。前回のエールステッカーのデザインになってます。はい、あのね、エールステッカーがちょっと好評で、うん、もう何枚作ったんだけど、100枚近く作ったんだけど、もう残り数十枚です。そうだ、マジで本当にエールステッカーだけを買う人がいるぐらいめちゃめちゃ好評だったんで、エールステッカーのデザインでラバーキーホルダーを作らせていただきました。はい、あのよくあるキーホルダーでね、めちゃめちゃ細部までちゃんと絵が描いてあって、あれ割と熱いんですよ。今写真で横の写真が出てるかな、わかんないけど、そのめちゃめちゃ熱くて、しかも僕ら正直キーホルダー作る気なかったんですよ。なかったよ。キーホルダーっていらんくないと思ってたんだけど、その一番最初、グッズ何が欲しいですかみたいな、それあったじゃないですか。それで一番多かったのがキーホルダー。へー、皆さんは物めっちゃいいから。そうそう、物はめっちゃいい。そうなんでね、なんかなんだろうな、学生は学校のバッグで、そのいつも働いてる人はその車のキーとかでつけるっていうのがいいんじゃないかな。使いやすいかもね。うん、コメントでもあったから、そういう質問が、質問っていうかコメントが、車の陰につけたいです、そうだ、バッグにつけたいです、トートバッグ欲しいです。いや、トートバッグ欲しいんかいトートバッグが欲しいんかいトートバッグもよく考えてるんですけど、はい、トートバッグにつけたいです、はい、あったので、まあだから今回はね、キーホルダー作らせていただきました。その3つですね、3つ、3点です。はい、なんで皆さん要チェックで、はい、よろしくお願いします。この3つのうちの一押しどれですか。断然 T シャツでしょ。だよね、マジで T シャツ、 T シャツだね、ガチで一押し。これって数量限定だからこそ持ってる人が少なくなる。いない、そう、少ないの、持ってる人レアだよ。本当にそうだよ、だってもうどんなにこれから先俺らがまあ売れるんだけど、これから先有名になろうが、この T シャツはもう売らないから。そうだ、何、めっちゃいいしね、マジでいいよ。ちなみに本当に刺繍っていうのが本当に来年の夏も着れるから、そう、普通に可愛いです。僕も T シャツです。いや、ロンティーにしとくわ、そこは。お前ロンティーや、ロンティーにしとくわ。ロンティーね、普通に可愛い、可愛い。俺このデザインがめちゃめちゃ好きなんだよ。可愛い、そう、だからちょっと色違いも作りたいなと思ってて、はい、ロンティーもいいね。ロンティーがちょうどいいしね。だからロンティーちょうどいいもの買ってほしいです。一つ言い忘れてた、この T シャツが前回のビッグシルエットの T シャツよりちょいでかいです。あ、そう、だから正直、自分のぴったりのサイズを買ってちょうどいいかもしれない。ただちょっとでかく着れる。そうだ、だって XL でもでかいもん。俺めっちゃでかい。これ XL だけど袖が俺の肘まで来ちゃってるね。前の T シャツよりちょっと大きいくらいで考えていただけたらなと思います。はい、サイズ展開はどうなってるんですか。サイズ展開なんですけども、はい、この T シャツが MLXL になります。はい、そう、この T シャツ自体に S サイズがなくて、なんで MLXL だけになります。うん、S の人でも M は着れる、全然着れる、全然大きめにビッグシルエットなんで全然着れます。はい、で、このロンティは S から XL まであります。はい、なんでこれはぴったりジャストサイズぐらいで買っていただければちょうどいいかなと。ここでよろしくお願いいたします。以上でね、いいね、うん、ちょっとごめん、ワクチン上げやから、あ、ワクチン上げやから、ちょっと今ブランカー、そうそうそう、ちょっとね、配信も3日休んじゃったから、ちょっと取り戻さないかなって思ってますはい、これからもね、10月もバシバシ頑張っていくんで、これからもよろしくお願いいたしますということで、待って、ドック聞いた、みんな、そうだ、もうドック出てるから、そうだそうだそうだ、よかった、今気づいた方いる？大丈夫？よかった。よかった。何？コメントとか。それで大丈夫。はい、ということで、はい、10月も頑張っていくんで、これからもよろしくお願いします。ということで、はい、また次の動画でお会いしましょう。
さよなら。よし。